JR 東海のセントラルタワーがね、とっても大きくて存在感ありますね。ということで、あなたの記憶に残したいなと思うタイナです。僕がね、今来ているのは愛知県の県庁所在地である名古屋駅でございます。今日はですね、2023年の6月30日金曜日、本日はですね、この名古屋駅に乗り入れている特急南紀号で使われているキハ85系が天気運用から離脱するみたいなんですね。それで今回ね、この動画はね、今日定期運用から引退するキハ85系で運転される特急南紀号のラストランに乗ってきたってことで動画の方をお届けできたらなと思います。それでは本日もよろしくお願いします。今現在、今日までね、キハ85系で特急南紀号、今いるね、この名古屋から新宮、それから紀伊勝浦まで運転されていたわけなんだけども、明日からね、新型車両の HC85 系に生まれ変わります。キハ85系はね、 JR 初期の車両で結構ね古いんだけどもね、新しい HC85 系はね、去年特急飛騨号としてデビューしたんだけども、めちゃくちゃ新しい列車となっております。昨年のですね、7月に特急飛騨号に HC85 系投入されて、約半年かけて今年のダイヤ改正にキハ85系を完全に置き換え終わりました。で、今回はね、3ヶ月後南紀号を置き換えるということなんだけども、一気にね、1日でキハ85系から HC85 系に切り替わるんだよね。飛騨号の時はね、半年ぐらいかけて置き換えたわけだけども、もう一気にガッと変わります。駅舎の中にね、入ってきました。さすがはね、中京一の大都会名古屋ということで、もう人ですね。人で溢れ返っております。すごいよこれ。東京に負けじ劣らずといったところでしょうか。明日からね、南紀の車両が新しい HC85 系に変わるということで、こんな感じのね、ポスターが駅の中にはね、飾られていました。奥にもあるね。明日新しい HC85 系乗るのとても楽しみですね。でもね、その代わりに駅85系がね、完全に引退してしまうということで、ちょっと寂しいですね。まあ、おそらく波動用ではまあ残ると思いますけども、定期運行ではこれが本当に最後です。それからですね、駅構内のあちこちのデジタルサイネージにはね、こんな感じでキハ85系がね、引退する旨のね、広告が貼られていました。で、どうやらなんか NFT が LINE で売ってるらしいですね。で、続いてこちらですよ。明日からね、デビューする HC85 系の広告も流れてますね。今日ね、今一瞬出てたね、熊野古道切符ってやつ使うんだけども、これ単純往復だけでもね、元取れるからね、めちゃくちゃおすすめです。こちらがね、今日ね、利用する切符でございます。名古屋をね、19時45分に出る特急南紀7号です。で、今日ね、切符取ったんだけどね、さすがに窓際は開いてませんでしたね。通路際なら取ることができました。で、これがね、チケットホルダーなんだけども、見てこれ、明日デビューするね、特急南紀の HC85 系がデザインされております。いいねこれ。改札の中にね、入ってきました。改札の中入ってきたらね、今日使ってるこの熊野古道フリー切符、この広告が至るところにありますね。もうこれマジでね、お得すぎるからね。単純往復でも元取れるくせに、フリー区間が設定されてバスも乗り放題だからね、マジでこれすごすぎでしょ。まあ、今日はね、単純往復するだけなんだけども、また今度こっちの方来たら、これで熊野とかあっちの方行きたいね。これからね、乗りますのは19時45分発の特急南紀7号新宮行きです。これがですね、キハ85系で運転される最後の定期の特急南紀号となります。あとね、列車やってくるまで20分ぐらいあるので、ホームで待ちたいと思います。列車をね、待っていたら HC85 系が来ました。新型車両、この編成は6両編成ということで、おそらく飛騨号用の編成ですね。一番後ろには南紀には連結されていないグリーン車が連結しています。明日デビューする南紀用の編成ではありません。はい、というわけで、たくさんの人に囲まれながら特急南紀7号やってきました。キハ85系です。これがキハ85系で運転される最後の南紀号。列車は長い5両編成、普段は2両編成ですが、今日はね、需要があるためか長い編成です。キハ85系はワイドビューという愛称が付けられていて、前面展望や背面展望を楽しめるような車両デザインとなっています。一番前の座席に昼間座ると、迫り来る高山本線や紀勢本線の景色を楽しむことができました。さらに他の座席もハイデッカー構造になっていて、床の高さが少し高いです。そのため景色がとっても見やすいです。しかし、これらの設備は新型の HC85 系には存在していません。この南紀7号は5両編成ですが、そのうち4両がなんと先頭車、K
H85 系名物の変態連結が見られます。 H85 系ではこのような連結を行いませんので、今後見ることはできません。それからキハ85系の行き先表示器は幕式のものが使われています。新型の H85 系はフルカラーの幕なので、どっか懐かしい雰囲気を感じますね。特急南紀新宮行きです。夜の遅い時間なので紀伊勝浦までは行きません。外観はステンレス製で JR 東海のコーポレートカラーであるオレンジの幕が巻かれていて、とてもスタイリッシュなデザイン。今でも古臭さを感じることはありません。それではね、乗っていきます。このキハ85系はハイデッカー構造、床が高いことが売りなので、こんな感じでちょっとね段差があります。少し高くなってるんだよね。それでは客室へ。普通車なので2プラス2の4列座席、それからね座席に座るところにも段差があり、椅子は1段床より高いところにあります。自分ね座るのね3号車なんですけど、間違えて2号車に来てしまったので移動してきました。2号車の椅子は灰色なんですけども、今いる3号車はオレンジ色となっております。結構明るい座席ですよね。車両ごとに色が違うっていうのはね結構好きです。列車は始発の名古屋を出発、これから和歌山県の新宮まで、キハ85系の定期運行最終列車の旅が始まります。米国カミンズ社製の高性能エンジンを揺らしながら、ゆっくりゆっくり、今たくさんの人に見送られながら名古屋駅を出発していきます。お待たせいたしました、東急南紀名古屋新宮駅です。この列車はこの先桑名、四日市、鈴鹿、松坂、滝、伊勢谷、霧長島、尾鷲、熊野市、終点新宮の順に停車いたします。列車は5両編成です。前から5号車、4号車、3号車、2号車、1号車の順です。前の車両5号車から2号車は指定席です。一番後ろの1号車は自由席です。キハ85系の最高速度は110キロ、とても速い速度で関西本線を走ります。乗り心地も気持ちがいいですね。ローカル線の紀勢本線を走る特急南紀号ですが、一応赤字ではあるんですね。しかし JR 東海はね新幹線マネーがあるため、その資本力で南紀号にハイパワーなキハ85系を投入してきましたが、34年ほど経ち古くなってきたので、さらにハイパワーになった H85 系を明日から導入します。座席もふかふかでとっても快適な車両ですが、明日からもっと快適な H85 系になりますからね、もう今からワクワクしております。明日乗るんだけどね、マジ楽しみ。列車はね名古屋から最初の停車駅である桑名に到着。この駅でかなりの数の人が降りていきました。自分通路側だったんですけども、窓側の人を降りちゃいましたね。ここから先はね2席貸し切りすることができました。通路の扉の反応が悪いよ。まあ古い車両ですからね。今いるこの号車2号車なんだけども、桑名でたくさん降りています。ラストランにしてはガラガラすぎますよね。終点の新宮に着く頃にはどれぐらいになっているんでしょうか。1号車の自由席に来ました。座席がカラフルでおしゃれなねオレンジ色の座席です。でこの自由席なんだけども、指定席以上にガラガラですね。名古屋で自由席列に並んでいた人たくさんいたんだけども、彼はねどちらへ行ってしまったんでしょうか。乗車率は3割程度です。まもなく列車四日市に止まります。三重県第一の町です。この駅でもねたくさんね降りていきましたが、さらにねここから先ガラガラになりました。ってことで四日市に到着です。次は鈴鹿駅。鈴鹿駅は関西本線と紀勢本線を短絡する伊勢鉄道線内にある駅ということで、 JR の駅ではないんですね。河原田駅を通過して伊勢鉄道線内に入ります。ここは短絡路線で、松阪方面に行く優等列車すべてこちらを走り、高速化もなされていて特急南紀を含めて爆走で走ります。この区間はね、キハ85系の本気が見られる、そんな感じの区間となっています。列車、鈴鹿駅に到着。高速化対応していて、かなり規格のいい路線であるっていうのがね、駅のホームの雰囲気から伺い知ることができます。鈴鹿の夜景がちらっと見えましたね。鈴鹿サーキットで有名な街、鈴鹿です。鈴鹿サーキットのね、期間になるとね、ここ駅の臨時列車とかもね、名古屋から走るらしいですよ。夜の明かりが、前から後ろへと勢いよく流れるほど列車のスピードを出して伊勢鉄道線内をキハ85系爆走しています。カミンズ社製のエンジンも力強くうなりまくってますね。連結部の、ね、ところにやってきました。この連結部のところにはね、こんな感じで貫通扉がついてるんだけども、ここにね南紀のヘッドマークが入っております。 H85 系になるとね、こういう感じで車内でね貫通扉を見ることできなくなってしまうので、こんな間近にねヘッドマークを見ることはできなくなります。
南紀のヘッドマークいいよね、この美しい太平洋ですね。南紀の文字本当がいいよ。しかもねこれ南紀ヘッドマークねフルカラーになるから、こういうね幕の布のものってのはね今日で見納めとなります。こちらのキハ85系は日本車両製造製、 JR 東海の車両のほとんどを作っているところです。今乗っているこのキハ85系を置き換える HC85 系も日本車両製造で作られております。伊勢鉄道線をバック走しきり、ついに到着です。三重県の県庁所在地ですね。ここから紀勢本線に入り終点の新宮を目指します。津というね駅名はね日本で一番短い駅名です。まあなんてたって一文字だからね、まあ、これより短いね駅名はありませんよ。列車津を出発します。この駅でもさらに好き、後ろ展望ですらガラガラになりました。なのでちょっとね後ろ展望見ようと思います。自由席にあるんだけどね。キハ85系のワイドビューの景色を楽しみます。明日デビューの HC85 系からはね機器室があるので展望こんな感じで楽しむことできないからね、前も後ろも本当にこれは残念だと思います。紀勢本線を列車爆走していきます。四日市前の関西本線や先ほどの伊勢鉄道線よりもやっぱ揺れますね。ローカル線ですから仕方ありません。滝駅に到着。ここまではね名古屋からずっとね伊勢平野の中を走ってきましたが、これより先は山越え区間となっていきます。山越え区間ということで結構ね揺れるんだよね。さっきまでよりも全然揺れる。しかしねそんなことねお構いなしに、このキハ85系の特急南紀号はこの山間部かっ飛ばしていきます。いやー力強くてかっこいいね。ご注意ください、急停車いたします。ご注意ください、急停車いたします。ご注意ください。今から安全点検を行います。場所までしばらくお待ちください。列車ね鹿と衝突しましたので緊急停車しました。止まっていますが特段ね鹿っぽいものは見られませんでしたね。いやまさかねラストランで鹿と衝突ですよ。最後まで気が許せませんね。ちなみにね南紀号は鹿とよくぶつかるので鹿よけのためのバンパーを搭載している時もあるんですけども、今日はねバンパー搭載していませんでしたね。わけのわからんところで急停車したので車体が傾いています。こんな角度のところで止まるなんてなかなか新鮮なのでいいですね。安全確認が終わり15分ほど停車した後、何事もなかったかのように出発していきます。いやー動いてよかったね。このまま2時間とか止まったら嫌だからね。ご乗車ありがとうございました。まもなく尾鷲です。出口左が1番線の到着です。ドアから手を離してお待ちください。尾鷲を出ますと次は熊野市に停車いたします。車内に尾鷲へもう内容、阿弥陀の絵や尾鷲元、座席の絵などよくお確かめの上お降りください。列車尾鷲に到着。日本一の降水量で有名なところですよね。今日もねしっかり小雨がしとしとと降っております。でこのね尾鷲まで来れば山越え区間は終わり、これより先は太平洋沿いを新宮まで進んでいきます。寝すぎていたら寝る車、次はもうね新宮だそうです。キハ八王系の旅も間もなく終わってしまいます。夜遅い列車のため新宮から先紀勝浦までは行かないんですね。新宮止まりです。そういえばね今乗っているキハ八王系はねハイデッカー構造じゃないですか。このままですとバリアフリーに対応させるのは困難です。そのため一部号車の端っこはですねこのような感じで車椅子対応座席となっています。普通の座席より1段低くなってるんですね。それにより段差がなくなり車椅子の方でも利用しやすくなっています。ちなみにねこの工事を行うの結構大変だったらしいですよ。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点新宮です。出口左が1番線の到着です。ドアから手を離してお待ちください。車内にお厚えもう内容、阿弥陀の絵やお足元、座席の絵などよくお確かめの上お降りください。本日も JR 東海南紀号をご利用いただきましてありがとうございました。列車とホーム内で段差が開いております。お降りの際はお足元にご注意ください。これにてキハ85系500名終わりとなります。本日までご利用いただきましてありがとうございました。
終点新宮ね、到着する直前までね、キハ8桶のありがとう放送みたいなのなかったんですけども、最後ね、会ってよかったですってことで新宮に到着です。それでね、このね、新宮に到着した後にもね、実は放送があったんだけども、この放送がね、とんでもなくすごかったので、お楽しみください。私事でございますが、8号系特急南紀がデビュー当日、特急南紀3号を擁護いたしました。そして今日最終列車である7号に乗務できたことを誇りに思います。皆様どうも今日までありがとうございました。はい、というわけでね、列車から降りていきます。まさかね、最後にあんな放送がねあるとは思いませんでした。しかもね、ワイドビューチャイムもたくさん鳴らしてくれましたからね。いや、わざわざね、この新宮までそこそこいいお金払ってやってきた甲斐はありました。このね、キハ8桶の変態連結も今日でね、さっきも言ったけども見納めです。H8 桶はないからね、こういうの。先ほどね、放送をやっていたね、車掌さんに花束がね、贈呈されていました。いや、こういうのをね、見るとなんか本当に最後なんだなっていうね、実感が湧いてきますね。キハ8桶のね、この貫通顔ね、僕ほんと好きなんだよね、この顔ね。もうこれがね、見られなくなってしまうっていうのはね、非常に残念ではありますけども、明日ね、新しい H8 桶がデビューするので、もうそれはそれでワクワクして楽しみです。それでね、このね、編成なんだけども、従来はね、明日の朝一の南紀号として名古屋方面に折り返すんだけども、その列車はもうすでに明日から H8 桶になってしまうため、これからね、この列車はね、名古屋まで一晩かけて改装していくみたいです。回送列車としてね、この新宮駅を出ていく前に、もう一回ね、この新宮駅の3番線に入って、そこで折り返し作業を行って名古屋方面に回送されるみたいなので、ちょっとそれをね、見ていくんだけども、見てくださいよ、これ電光掲示板にね、回送列車の時刻表示されてるんだけども、列車番号まで出てるよ。完全にこれオタク向けだよね。しかもね、サンキューキハ85っていうことで、いやー、なかなかいいサービスをね、この新宮駅してくれてますね。とても嬉しいです。ってことでね、回送列車入線してきました。このね、新宮から名古屋まで運転される、このね、回送列車が最後の運転となります。まあ、一応団体臨時列車とかはね、ちょくちょくあるっぽいけどね、まあほぼほぼ最後みたいなもんですよ。たくさんのね、ギャラリーに囲まれながら深夜の新宮駅に列車入線です。先頭車こう見ると多いよね。5両中4両だからね。キハ85系とはね、もうこれでお別れでございます。明日からはね、新しい H85 系がこの特急南紀号で走り始めます。一気に全部お控えです。とてもね、大きい警笛とともに列車名古屋方面へと回送されていきました。てっきりね、僕次の日の朝とかに改装されるのかなと思ったんですけども、速攻折り返していきましたね。たくさんのギャラリーに見送られながら、このね、新宮駅出ていきます。キハ8系ありがとうございました。いや、いい旅をね、楽しませてくれましたよ。ってことで、この辺りで動画の方ね、終わります。ご視聴ありがとうございました。